はい、こんにちは、まえちゃんねるまえはるです。で、今日はこちらでございますね。うん、手裏剣戦隊忍忍者おともにんシリーズ2 UFO 丸です。はい、こちらですね、3月22日、本日放送分のですね、うん、手裏剣戦隊忍忍者に早速出てきましたね、うん、UFO 丸です、うん、あのお助けのおともにんの2番目だね、うん、あのメインのおともにんじゃなくて、うん、新しくね、手裏剣がこう変化したおともにんの2番目だね、うん、UFO 丸でございますね。宇宙で戦ったね、まさかの、うん、月面で戦うというですね、うん、ありえない展開だったけど、うん、足からさジェットみたいな火が出てさ宇宙まで行っちゃったんだよね。そんなことできんのかっていうぐらい。ただね、この UFO 丸は、お供人の原点だってあのおじいちゃん言ってたからね、うんうん、だからまあいいのかもしれないね、うん、では早速開けていきましょうか。うん、ではしんくん、召喚をお願いします。はい、誰じゃ はい、こんな感じだね。あれ、意外と大きいかな。大きい。これ忍手裏剣でしょ。忍手裏剣、あ、ブレード四角い。で、これがあの UFO のこれなんだ、本体っていうのかな、うん、はい、こちらがお供人の2の UFO 丸だね、うん、こういう状態がお供人の状態ですね、うん、とんでもないね、これね、うん、これ仲間なの、UFO だよね、そう、これ仲間なのって感じだね、ケチって感じだよね、うん、なんかこれ窓みたいなのがついてるけどね、うん、一応 UFO ですね、うん、後ろ側にジェットがついてますね、うん、これで飛ぶの、こんな感じで飛ぶ感じかな、うん、はい、こちらですね、絶縁シートが入ったままなので、しんくんちょっと抜いてみてもらえますか。はい、はい、で、ちょっと音鳴らしてみてくれる。はい、ああ、やっぱここは普通かな、うん、うん、2回目 UFO じゃー、あー、 UFO じゃーって言ったね。 UFO 丸だね、はい、で、この状態から人型に変形しようか。まずこのお供人手裏剣を外しますね、はい、持っててください。そしたらこれ、この上の部分、この上下が離れるようになってるので、これ外すね、うん、はい、取れた、はい、そしたらこれは一旦置いといて、こっちですな、うん、こっち、うん、この状態でこれを倒すと、うん、こちらから顔が出てきますね、うん、はい、それでおててもを倒して、こんな感じね、うん、で、この部分が足になるんだ、うん、こう、こんな感じね、うん、で、背中にさっき外したやつジェットをくっつける、うん、これで完成だね、UFO 丸、これが人型ですね、うん、はい、パオン丸に比べるとかなりロボチックだね。かなりロボチー。ちなみにお供人手裏剣はこんな感じですね、うん、ブレードがちょっと今までと違う感じだね、うん、なんだろう、 UFO っぽい感じ、 UFO っぽいっていうか、このデザインが、うん、あのソーラーパネルみたい。ソーラーパネル、うん、どういう人工衛星についてるさ、ああいうパネルみたい、あ、本当だ、こういうデザインになってんだね、うん、ではこちらの手裏剣陣にちょっと合体させてみましょうか。うん、はい、ではやっていきましょうか。まずはお供人手裏剣を外す、そうだね、はい、そして忍び丸を取って、はい、UFO 丸の背中を外すでしょ、うん、で、いつもの通り足が曲がるようになってますので、うん、そしたらこれを乗せると、セット、こんな感じで乗ったね、うんうん、で、どうすんだっけ、手はこれ、こっち忍び丸なんだっけ、こっちは忍び丸、そっか、じゃあこれ外して、うん、忍手裏剣をちょっとセットしてみてください、はい、どんな音声がなのかね、はい、UFO 丸忍手裏剣セット、最後におまけのチョキーンがあったね、うん、じゃあ部長グッズつけるよ、はい、はい、これでこれで完成だね、これが UFO 丸の武器になりますね、うん、もう一回じゃあちょっと聞いてみようか、手裏剣陣 UFO、 キラーンって音すんだね、うん、キラーンって音がする、星のキラーンって音だね、そうそうそう、なるほど、いいじゃん、うん、これ
これなかなかいい音だな。もう一回ちょっと合体の時の音声聞いていいかな。これさ、UFO 場所って言ってるよ。言ってんの？宇宙っぽい声で。あ、そうなんだ。UFO わっしゃいって言ってんのか。かなりこれまでの手裏剣人とはちょっと違ったタイプになったね。ここに銀が収まると、全然なんか違うロボットみたいになっちゃった。うん、ね、うん。これはこれで面白いな。うん。うん、では、このお供人手裏剣を、忍者一番刀にセットしてみましょうか。はい。はい、それでは召喚してみてください。はい。ということで今回は手裏剣戦隊忍忍者のお供人シリーズに UFO 丸でした。